香です。はい、今日はですね、この後の企画の撮影を筆箱の中身紹介という風に姫香に伝えてるんですけど、この間のドッキリの仕返しをしたいなって思ってたので、ちょっとドッキリを仕掛けたいと思います。急に私が撮影中に不機嫌になったらどんな反応をするのか、やってみたいと思います。頑張ります。ももかです。姫香です。ピンクラテティー ピー始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は私のケリモモさんの筆箱紹介です。イエイイエーイ。半年前ぐらいかなに筆箱の紹介を4人ともしたので、多分中身が入れ替わってるからちょっと紹介していくっていう感じです。そうです。どこで買ったやつですか？これはビゴで買いました。おー、え、なんかちょっと中身見えてる感じが可愛い。そう、ちょっとね、半透明なんですよ。で、ここに M っていうのがついてます。あ、ももかももかです。じゃあ中身紹介していきたいと思います。で、まずね、一番お気に入りのやつを、ね、紹介しようと思って。待って、ないかもしれない。ええ言葉で説明。待って、忘れてきた。え、本当に言葉でどんなのかを。待って、本当に忘れてたんだけど。どんなやつ？ね、どういうやつだっけ。ボールペンなんだけど、ピンクのボールペンで、ここにはピンクのボールペンあるんだけど、これじゃないんだよ。忘れてきちゃった。まあいいや、紹介します。違うの紹介します。じゃあまずこの蛍光ペンがもらったやつなんですけど、蛍光ペンが2本入ってます。あ、マジ本当に最悪。え、大丈夫？え、ないない。バッグとか多分ね、私ね、机の上に忘れてきた記憶があるの。え、マジ？よし、忘れてきちゃった。もうやだ。もうやだ。本当あれを一番紹介したかったのに。大丈夫？まあいいや、まあやります。もうやだ。ちょっと待って、変更を紹介して。え、大丈夫？うん、大丈夫。本当に？え、紹介、え、クリモちゃん、クリモちゃん。何が？ねえ、ちょっと待って、ちょっとね、私仕掛けに下手くそかもしれない。え、分かった。ちょっと、え、でもなんか栗桃ちゃんはペンなくしたぐらいで泣かないかなとは思った。なんかね、いつも事務所の人からお母さんに企画が内容送られてきて、そのスクショを姫香に送られるんで、お母さんから。だけどスクショじゃなくて一生懸命言葉で言ってるから、なんか隠してんのかなと思って。あー違う意味で泣きそうだった。どういう？え、絶対分かっただろうなと思って、下手くそだから。違う意味で泣きそうだったという企画でした。筆箱の中身紹介はないです。え、ほんと？え、そうなの？そう、ドッキリっていう企画。筆箱の中身紹介ないの？うん、マジ？うん、姫香の次のやつは、うん、クリオマちゃんの。あ、これはそのために持ってきた。そう、あ、なるほどね。私もドッキリって今日知ったんだけどね。あ、そうなの？はい、かわいい。ドッキリ企画でした。おお。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。